モーニングサービス。モーニングサービスは日本の喫茶店やレストランが朝の時間帯にドリンクやトーストなどなど特定のメニューを朝食として割安価格で提供するサービスの故障である。略してモーニングとも。モーニングサービスは和製英語であり、英語ではブレックファーストスペシャルという。英語で言うモーニングサービスはキリスト教の朝の礼拝を意味する。 モーニングサービスが行われる時間帯は通常は早朝から昼近くまでである。時間帯についてはサービスが提供される時間をモーニングと区分している店が多い。ドリンク代のみで追加料金なしのサービスにしているところも多い。文献では、関西大学へ、五木論集第十九巻、関西大学へ五木学会、1969年が初見。 ある喫茶店がモーニングマイナスサービスとしてコーヒーに卵あるいはトーストをつけるということが最近一般的に見られる姿であるがという記述が見られる。また国学院大学日本文化研究所法第21から30巻1984年に岐阜市近辺ではモーニングサービスとランチを必ず喫茶で友達と毎日食べるという老人連がいるという記述が 確認できる。モーニングサービスの元祖として、愛知県一宮市、愛知県豊橋市、岐阜県橋島市、広島県広島市などが挙げられる。歴史としては、1950年頃繊維業が盛んであった愛知県一宮市で、商談などで朝から集まった人のために、店がピーナッツやゆで卵をつけたのが、当地のモーニングサービスの始まり、との説がある。また、 道県豊橋市を発祥地とする説もある。東三河モーニング街道を研究会によると、豊橋駅前にあった小馬という喫茶店において従業員のまかないとして出していたパンを客に対しても提供するようになったのが発祥であり、市宮とは同時期の出来事であるという。愛知県では喫茶店利用客と喫茶店の数の多さが地域内部での商業競争を呼び、 これらのサービスを生んだとされている名古屋で起こった漫画喫茶も発足の経緯は同じようなものであった。また、記録が残っている限りの日本初のモーニングサービスが行われた店は広島市の高野橋商店街にあるルーエブラジルが1955年に開始したとされている。1956年に撮影された当時の店の様子を収めた写真に、 当店の三大特徴の一番目として、モーニングサービスの文字が入った看板があることが、その理由とされている。サービス開始当初のメニューは、コーヒー一杯50円に対し、モーニングサービスは、コーヒー、食パン、目玉焼きの3点セットで60円だった。これを、週刊朝日が記事にして全国にモーニングサービスが広まったという。 また、長谷川泰造が書いた日本で最初の喫茶店、ブラジル移民の父が始めたカフェパウリスタ物語によると、柳瀬は日本全国のパウリスタ支店に支持し、今日の喫茶店ではごく当たり前に行われているモーニングサービスを開始し、たちまち評判になった。さらに従業員の中からコーヒー事業のため海外派遣生を募り、ブラジルに派遣して勉強させたのも、 大正8年のことである。と書かれており、東京の銀座にある日本初の喫茶店、カフェパウリスタが1919 19年、大正8年にパウリスタ支店、東京都心の京、堀留め、神田支店、名古屋支店、神戸支店、横須賀支店、仙台支店、京都支店、大阪支店など22支店にモーニングサービスを支持して始めたと書かれている。 なお、カフェパウリスタの名古屋支店は1913年、大正2年12月に、名古屋市南大津町、現中区に開店し、1919年、大正8年から1920年、大正9年の1日の来店者数が5000人から6000人だったと、いい、銀座本店や、他の支店の来店者数を上回っていたという。現在の愛知県び、岐阜県では、 朝食とほとんど変わらない量を提供しつつ値段は飲み物と同じ値段にする店、営業する時間帯をすべてモーニングにする店も現れており競争の激しさは一層増している。そして近年ではこれらモーニングサービスのニーズが社会的に高まったこともあって流れとしては全国的にも広がりつつある。また中京圏では モーニングの子がもはや時間帯を指す言葉でなく、おまけ盛りたくさんのサービスを指す言葉としても、一般化しているという。ビジネスマンが、泊まりがけの出張で早朝から出かける必要がある。場合や、ラッシュアワーを避けて早めに出勤する場合、あるいは労働者が勤務開始前に手早く、朝食を済ませたい場合、食堂などの飲食店はまだ開いていないことが多い。 営業開始は一般に10から11時。そのため、喫茶店などで店舗備え付けの新聞や雑誌を読みながら、食事を気軽に取れるモーニングサービスが求められた。また週末や休日などは、家庭の主婦にとって家族全員の朝食を用意するのが大変であったり、煩わしかったりするといった事情もあり、週末にブランチ代わりに家族で喫茶店に出かけるといた風景を、 中京圏康外の喫茶店で見かけることも多い。こういった事情も、モーニングサービスの質や量を向上させた背景にある。さらにモーニングサービスが普及するにつれ、喫茶店だけでなく外食チェーン店でも、モーニングサービスを行うようになっている。ファミリーレストラン系のモーニングサービスは、朝食として見ても十分な量が食べられるメニューも多く、始業前に行われるクラブ活動の早朝。 練習前後の時間帯に中高生が大勢詰めかけている店もある。一方で食堂側の厨房準備の関係で朝の時間帯は通常のメニューをモーニングサービスのメニューに切り替えて提供する店もある。中京圏の喫茶店の多くは朝方にドリンク類を注文する客に対してモーニングサービスを行っている。名古屋を中心とする中京圏では どやサービスが他地域と桁違いなことで知られる。名古屋は上皇にもあるように歴史的な経緯から喫茶店の多い地域であり、サービス競争は喫茶店以外の一部の外食産業も巻き込む形で提供されるサービスも多岐にわたる。一般的には厚切りトースト、ゆで卵、ミニサラダ、またはフルーツ等が無料あるいは格安で提供されるが食べ放題であったり、 和食のサービスとして、うどんやおにぎりをつけたりもする。このような、熾烈なサービス競争が存在するため、喫茶店以外の店であっても朝から営業する場合は、喫茶店に対抗して、モーニングサービス、あるいはモーニングセットと称した商品を販売したりいる。この場合は、本業で使われている食材も提供され、カレー屋であれば、カレーやチャパティがつけられ、うどん屋であればうどんがつけられる。 中京圏で行われているこれらモーニングサービスの多様性は毎挙に暇がなく普通の食事と変わらないことも多い。モーニングサービスを提供する時間帯も開店から1時間程度のところもあれば朝から夕方まで提供するフルタイムモーニングを行う喫茶店など本来のモーニングサービスの範疇では捉えきれないモーニングサービスを行うもある。 このような多様性やサービス競争は、日本国内でも他の地域では見られないスタイルである。ことから、名古屋飯の分類に加えられることもある。喫茶店のサービスも、参照のこと。和定食を出したり、飲み物の代金だけで、パンやゆで卵が食べ放題のビュッフェスタイルを取る店も、ある。かゆやコーンフレークなど、胃に優しいメニューを出すところも多い。ビジネスホテルでは、 例えば東ヨコインやスーパーホテル等に代表されるように朝、パン、おにぎり等の軽食とコーヒーを無料で提供するところがある。これらは主にビジネスホテルの競争が激しい地域で見られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。